左方向へショートゴロ、ゲッツーコース、6-4-3と当たっていきました。ダブルプレー、外側ちょこんと合わせましたが少し伸びすぎました。外側ゴロです。下がりながらセカンドは二森です。打ちました。レフトへの打球でしたが伸びはありません。ここはショートゴロになりました。二塁に突進してスリーアウトになっています。エラーのランナーを出しました。これは手が伸びました。レフト下がっていきます。外側当てるだけ、ショートゴロになりました。牧原一塁送球、送球ストライク、ツーアウト。バットの先149キロ、センターかセカンドか、センターフライです。柳町が抑えます。引っ掛ける、二塁を選択、一塁が無理でした、はい、ここは初球を打ちました。6-4-3と当たりました。ダブルプレー、変化球でゲッツー。変化球を打たれた時のように反速球の高さに注意して投げていってもらいたい。早い回に野手が援護してくれたし、最初のチャンスでプロ初先発初勝利、今ローテを守ってます。セカンドゴロになりました。いいですね、どんどん打たせてますね。ここはツーアウトから出塁、高めの球を捕まえる、打球はセンターへ配送していく、配送する、追いついた、柳町追いつきました。ナイスプレーでした。これで3アウト、バットの先です。セカンド回り込んでいく、三森踏ん張って一塁へ、バットの先二塁に送って一塁へ、一塁はセーフです。外まっすぐ空振り三振、ランナー出しましたが6回まで大関1失点、思うようにいきませんでした。外へのこれチェンジアップだと思うんですけど、インサイドさばいていきましたがサードゴロ、大事にいきました。シュート一塁、ジャブ初完封をしたロッテ戦では116球の球数でした。セカンドゴロ三森、球数少なく受けました。8、9、1番大関三者凡退に抑えました。